では皆さんと一緒に新型コロナウイルスについて考えていきたいと思います。今日は教育現場の新型コロナウイルス対策について一緒に考えていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。今学校では感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い学習活動としてグループワークや管楽器の演奏、調理実習や密集する運動などは中止しているという状況なんですね。マスクなどしていてもやはり人が集まる場面だとリスクが高いので学校側も規制をしているということなんですね。そうですね、はい、ただこうした学習活動以外でも学校では感染リスクが高まる時間というのがあると思います。例えばこちら、校庭の遊具や図書館の本などは使ってもいいのか、こんな風に疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。感染症に詳しい石橋医師によりますと、こちらです、使っても OK だそうです。ただ不特定多数の人が触る可能性があるものなので、使う前と後には必ず手洗いかアルコール消毒をしてくださいということでした。人が集まっていなくてもいろんな人が触るものには感染リスクが伴っているということで、こういったことはしっかりとお子さんにも伝えたいですよね。そうですね、で続いての気をつけたい時間帯、こちらです、掃除の時間。この時間の注意点としてはこちらです。まず雑巾がけはしない方がいいんだそうです。なぜかと言いますと、飛沫は下に落ちるため床にはウイルスが付着している可能性があるということなんですね。一度付着したウイルスは2日ほど生き残る可能性もあるので、顔を近づけて掃除をするというのは避けた方がいいそうです。そして掃除の時間というのもこちら、ほうきやモップなどを使いますよね。ただこれは共有物ということで、使う前後には必ず手洗いかアルコール消毒を行いましょう。遊具と一緒ですね、うん、確かにこうずっとこう私たちもお伝えしてきました基本的な感染症対策、はい、手洗いというのがとても大事になってくるんですね。そうなんです、はい、今テレビの前でお子さんも見ていてくださるかもしれません、うん、続いてこちら、ぜひ覚えていただきたい手洗いの6つのタイミングです。まずは外から教室に入るとき、そして咳やくしゃみ、鼻をかんだとき、トイレの後、給食の前後、掃除の前後、共有のものを触る前後、この6つのタイミングはぜひ覚えておいてください。その基本的な感染症対策というところで言いますと、もう分かったよと言われるかもしれませんが、うん、手洗い、そして換気も大事ですよね。そうですね、はい、その換気の時の注意点というのもあります。こちらです、当たり前のことではありますが、風邪をひかないように暖かい服装を心がけてください。また、換気する側も暖房などを活用して部屋を温めてから換気をするようにしましょうということでした、お子さんに清潔なハンカチを常に持たせるというのも大切だそうです、うん、やはり日頃からの意識というのがとても大事なんですね。そうですね、はい、感染症対策に関しては学校側に任せきりになるのではなくて、全員で高い意識を持つことで感染を食い止めることにつながっていきます。みんなで協力して感染を食い止めていきましょう。そして番組では皆さんから新型コロナウイルスに関する疑問や質問をお待ちしています。ご協力よろしくお願いいたします。